フレキシティフレキシティアウトルック、ブリュッセル首都圏交通 T3000 系電車 T3000 型は、ベルギーの首都であるブリュッセルで、路面電車を運営するブリュッセル首都圏交通が、所有する5車体連接式電車、ボンバルディアトランスポーテーションが展開する、フレキシティアウトルックを採用した車両である。この項目では、7車体連接式の T4000 型についても、解説する。 路面電車利用客の急増への対応と、製造から30から50年以上が経過し、老朽化が進行していた T7000 型をはじめとする PCC カーの置き換え用として導入された形式。2003年10月にボンバルディアトランスポーテーションが受注を獲得した。その際に結ばれた契約には、導入後15年間の台車や機器のメンテナンスも含まれている。 編成は、フローティング車体を含む連接式構造で、T3000 型が5車体連接式、T4000 型が7車体連接式となっており、全長 43,220mm の T4000 型は、ブリュッセルの路面電車史上最も車体が長い車両である。車体のデザインは、ベルギーのデザインフランダースが手掛けており、金色や銀色、青銅色を用いた塗装を含めて、 r ヌーボーを意識したものに仕上がっている。設計においては、仙台の超低床電車である T2000 型で課題となった騒音や振動の抑制をはじめとした快適性の向上が念頭に置かれ、本川で作られた座席は車内面積のうち28%を占めている。また安全性においては車体に高い対衝撃性を備えているほか、車内には監視カメラも搭載されている。 上高扉は、運転台側一箇所が、片開きである以外は、すべて 630mm 幅の両開き扉となっている。台車は、車輪系を小さくした車軸付きボギー台車を用い、車内はすべて、床上高さ 350mm の低床構造となっている。T3000 系、T4000 系の双方とも、全台車のうち1台は、付随台車で、 残りの動力台車には参照誘導電動機が2機ずつ設置され、イベット素子を用いた VVVF インバータ制御装置によって制御される。2005年から製造が始まり、翌2006年から営業運転を開始した。当初の注文分は46両であったが、2度のオプション券の行使に加え2010年にはさらにベッドの発注が実施された結果、2015年までに 合計220両が導入された。これはフレキシティアウトルック最大の導入数である。これにより PCC カーの T7000 型は2010年までに営業運転を終了し、連接式車両の T7700 系、T7800 型についても廃車が発生している。また、2010年1月21日から3月21日までの間には、 冬季オリンピック・パラリンピックが開催されたカナダ・バンクーバーでデモンストレーションを兼ねた営業運転を実施しており期間中に55万人以上が利用したブルッセルの路面電車の拡張及び旧型車両のさらなる置き換えのためブルッセル首都圏交通は2018年4月にボンバルディアとの間に最大175両の発注が可能な 新型超低小電車に関する契約を交わし、同時に1億6万9千万ユーロを用い60両を発注した。さらに、翌2019年5月にも追加で30両の追加発注を実施している。これらの車両は、車体デザインが T3000K、T4000 型から変更されるほか、LED 照明の採用による消費電力の削減、カメラやセンサーを用いた、 運転手の支援システムの導入、線路への負担を軽減し、騒音や振動をさらに抑制する、フレックスアーバン3000ボギー台車の搭載など、各種の最新技術が取り入れられる。第1次発注分は2020年以降ブリュッセルに到着する予定である。ありがとうございます。